沖縄県の許可取り消しで廃棄物の受け入れが21日以降できなくなる県内大手の産廃業者、倉敷環境の処分場、沖縄市池原には20日、法人や個人による駆け込みの搬入が相次いだ。今後どこに持っていけばいいのか、不安しかない、など一様に顔をしかめる利用者たち。黙々と作業する倉敷環境の職員からは、説明がなく心配だ、と失職を不安視する声が漏れた。昼に電話したら、受け入れは今日まで、と言われ、急いで持ってきた、と慌てた様子で話したのは、うるま市で観葉植物を育てる農家の70代男性。4トントラックに満載して搬送したが、ゴミはまだまだある、という。今後どこに持っていけばいいのか、と眉を潜め、足早に車に乗り込んだ。勤めるホテルの廃棄物を定期的に搬送している50代男性は、営業停止は困る、と不安げ。再開はないのかね、と困惑した様子で記者に問いかけた。敷地内では、従業員がショベルカーなどで廃棄物を移動させる作業が続いた。午後3時過ぎ、休憩に入った男性職員は、まだ何も説明を受けていない。今後の仕事に不安はある、と言葉は少ない。別の男性職員も、何も話すことはない、と語り、作業に戻った。